はい、皆さんこんにちは村長です。今日はスタジオワンのお話をしていきましょう。今スタジオワンはバージョン6.2というのが最新のバージョンですけれども、今日お話しする機能はスタジオワンのバージョン6このメジャーアップデートの時についた機能なんですけれども、まだ皆さんが あまり使っていない人が多いですので今日はそれをお話ししていこうと思っています今画面にありますように皆さんも慣れてきたらですねテンプレートというのを作ると思いますこれは他の DAW を使っている方も同じと思いますでもスタジオワンはバージョン6になってからですねトラックプリセットという 新ししい概念ができましたもちろん他の DAW にでもそういうものを持ち合わせているものがあると思うんですがそれがとっても簡単で便利ですですからサムネイルにもありましたようにもうテンプレートはいいいららなななそれぐらい便利な革新的な機能ですそうは言いましても僕は今画面にテンプレートから引っ張ってきたものをこのように表示しているわけです 一旦切ってお話ししたいいと思いますスタジオワンが立ち上がったらこのような画面になるはずですここで新新ししいファイルをを開くときには新規を押します通常はこんな感じのスタジオワンが最初から作ってくれてあるプリセットというのがあるんですけれどもユーザーというところを押すと自分のプリセットから開くことができますここで 僕の場合 UJAM 速攻というふうな名前にしてますが僕の大好きな UJAM のプラグインをいっぱい埋め込んであってすぐに作業ができるようにしていますこれを開きますはいこのように出てきます約10個ぐらいのトラックが設定してあるわけですけれどももしもういらないと思えば消せばいいわけでこのように 削除をしていったりしながら必要な部分だけを残せばいいわけですそしてもう早速ですねここに MIDI の音を入れていったりとかコードをつけていったりとかはいこういうことですねこうしてどんどんコード進行を入れていったりすぐに作業ができるそれがテンプレートのいいところですよねでもスタジオ1のバージョン6からは各トラックのところには もう最初からこのようにゲインステージングをするための VU メーターがセッティングされているわけですそうしましてここに適当にプラグインを入れていきますお気に入りの中からどんどん入れていきますがこれを入れる順番とかは全く考えていませんのでこれはダミーだと思ってくださいまずは1個目チャンネルストリップをこうやって入れました次にはこのボーカル用の エンハンハサー、これれを入れました。次にはコンプレッサーこれも入れましょうコンプレッサーは一番前に入れましょうという具合にこうやっていくつかのプラグインを入れてあるとしますもちろんこの中身をはいは自分の声は高めだとかこうやってイコライザーをいじったりとかそしてハイパスローパスフィルターをいつもやるぐらいにですね こうやってセッティングしてるとかいうのも含めてここにセットをしておきます今までテンプレートしか使えない場合はこうやってどんどん入れていくセッティングをテンプレートとしてファイルからテンプレートとして保存というのを選んで名前を付けて今 UjamNew という風な名前にしましたこうしまして OK をしますすると、 また新しく立ち上げましたらここに Ujam New というのが出来上がっています先ほどのはこれですが新しいテンプレートができまして OK をしますこのように先ほど入れた3つのプラグインも出ていましてそして中身もこのようにハイミドルを上げたりハイパスローパスフィルターを設定した そそのの値もそのまま出てくるわけですしかしこのギターのトラックですけれどももう一個ギターのトラックが欲しいとギターを2本入れようというような時にここに新規のトラックをインストゥルメントトラックとして挿入するもしくはこちらの方の UJAM のギターこれをここに持ってきて新しいトラックを作るというようなことがあると思います。 こうなった時に今新しく入れたギターは青いトラックですこのトラックにはもちろん今はプラグインなどは入っていませんこういうやり方ではまたプラグインをコピーしたりしないといけませんもちろんプラグインのチャンネル設定をコピーそしてこちらにチャンネル設定をペーストとすれば このようにコピーペーストができるんですけれどもこれも案外手間ですじゃあ今日の本題のトラックプリセットというのを使えばどうやって入れれるでしょうかこれは先ほどありました今示している最初からありましたギターのチャンネルですねここで右クリックをしましてトラックプリセットを保存というふうにするわけです そうしまして、ここで名前をギター用トラック、こんな名前にしておきましょう。そうしまして、OK をすると、この VG Sparkle に入れてあったいろんな設定が全て記憶されて保存されたわけです。ですから、この状態で一番下の空いているトラック、ここに右クリックをして、トラックプリセットをロード とという,ふうにするとこのようにトラックプリセットが出てきまして今作ったリター用トラックというのがここにありますよねもちろんこの上を見ていただいたら分かるようにサブホルダーというのも作れましてですね分類分けもできるわけです今回これを選択して OK をしましょうそうしましたらここに 全く同じプリセットそしていろんなパラメータを記憶したギター音源が入ったトラックができるわけですこのトラックを見てわかるようにもうプラグインが入っていますコンソール画面で見てみましょう見てください今ちょっと分かりにくいですのでこちらを色を赤にしますこのようにトラックプリセットを選ぶだけで 新しいいトラックがいつででも入れれるわけです。これをギター用ピアノ用ボーカル用ドラム用などとやっておけば一発で新しいトラックができるこれが今日のお話です。ここで一つだけ皆さんが疑問に思うことがあるんです。例えば僕のミックスのマスタートラックここですね。ここには、 今 BX マスターデスクこれと BX のリミッターこれが入ってるんです2つでこれがもっとイコライダーも入れたいプラグインアライアンスの中のエフェクトで SPLPQ というマスタリングなどにいいイコライダーがありますこれもここに入れてみましょうこのように入りましたじゃあこの並び これを先ほどと同じようにトラックプリセットに記憶したい右クリックをしますでもそんなものはありませんトラックプリセットを適用というのだけがあってトラックプリセットを保存というメニューがないんです他のところも見てみましょうはい FX チェーンを保存はあるんですけれども これは FX の単純な順番の並びだけが入るだけです。そうなるとどこを押してもそういうような機能がないわけです。じゃあどうしたらいいのか。そんな時はこういう風にしてください。新しいトラック仮でいいですのでオーディオのステレオトラックをこのように作ります。そうしましてもう一度これを見て 右クリックをしまして、チャンネル設定をコピーというのだけはできるんです。そうしまして、この青いカラトラック、これにチャンネル設定をペーストします。はい、このようにできましたね。右のマスタートラックと全く同じものができました。 今度はこのマスタートラックが全く入っていない状態だったとしますそういう時は全てを削除という風にすると全くここにプラグインがなくなりましたはい今度は疑問が生じますここで右クリックをしてもトラックプリセットをやはり適用だけしかないしこの左側のインスペクターのところで同じようにやってみても トラックプリセットを適用しかなくって保存というのがありません。これはですね、スタジオ i o n e に改良はしてほしいんですけれども、そんな難しいプログラム追加じゃないのでですね、インスペクター、もしくはコンソールのチャンネルででもできるようにしてほしいんですが、今はこの新しいトラック、ここでだけがトラックプリセットを保存というのができるんです。こうしまして、 これがママススタターー用なんですね。マスターエフェクトと打ちました。そして、OK、をしてをます。そうすると今度はコンソールを出してマスタートラックに次の作品を作る時からマスター用のエフェクトを簡単に入れたい時はここで右クリックをして「トラックプリセットを適用」というのを選んでそして「マスターエフェクト」というのがありますのでここで OK、するとこのようにマスターのエフェクトができるようになるわけです整理しますとマスターのエフェクトだけはマスターエフェクトのコンソールチャンネルでは登録ができないしインスペクターでも登録ができないだから登録できるのは縦のアレンジトラックここでしかできないですから今回のように このダミーを作ってそして右クリックをしてトラックプリセットを保存ここにしかこの機能がないということを応用してここでトラックプリセットを作った後にマスターのトラックで右クリックでトラックプリセットを適用というふうにするということですそしてマスターエフェクト用を選んで OK をするとこのように 今2回しましたがこれが例えば3つが6個になるわけでもありませんこのチャンネルのエフェクトは3つですよというそういう覚え方をしてくれているのでこれを複数回繰り返したからって3つが6つに6つが9つに9つが10人になるわけではないということを覚えておいてください。その逆で このチャンネル設定のペーストとかいうようなものはやればやるほど数が増えていきますその辺のところをもう一度頭を整理して今回この解説が分かりにくい方は何度も繰り返し見ていただいてですねトラックプリセットという機能をうまく使ってもうテンプレートというのを無理くり作らなくても トラックプリセットだけで案外簡単に入れていけますよというお話これも上手に使ってくださいただしサムネイルには大げさには書いたもののですねテンプレートはテンプレートの便利さというのもありますのでそこらはすみ分けながら上手に使ってください今日はスタジオワンバージョン6からできたトラックプリセット というのがあまり皆さんが使い切れてないということもありましてお話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。